ストルミー、ラモン・ピメンテルは、ドミニカ共和国、サン・クリストバル州ン・クリストバル出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。現在は、メキシカンリーグのオアンハカ・ウォーリアーズに所属している。2006年に、ボストン・レッドソックスと契約して、プロ入り。2007年に、ルーキー級、ドミニカン・サマーリーグで、プロデビューした。2008年に、アメリカ本土に渡り、 マイナーでは主に先発投手として起用された。2012年12月26日に、ジョエル・ハン・ラハン、ブロックホルトとのトレードで、マーク・マランソン、イヴァン・デ・ヘスース・ジュニア、ゼリー・サンズの3選手と共にピッツバーグ・パイレーツへ移籍した。2013年9月4日の、ミルウォーキー・ブルワーズ戦で、メジャーデビュー。同年パイレーツでは5試合すべてリリーフで登板して、 勝敗なしの防御率1.93だった。2014年は初の開幕ロースター入りを果たした。前年の4倍となる20試合に登板したが、防御率5.23と、やや不振。しかし、メジャー初勝利を含む2勝を挙げ、投球回を上回る38三振を奪うなど、一定の進歩を見せた。2015年4月5日に、ディーフとなった。 2015年4月11日にウェーバーでテキサスレンジャーズへ移籍。5月13日にリーフとなり、オフに自由契約となり、11月24日にニューヨークメッツとマイナー契約を結ぶ。2016年6月9日に解雇となり、7月7日にメキシカンリーグのワッハカ・ウォーリアーズと契約。ありがとうございます。